クシュ、皆さんこんにちは、加藤です。今回はカメルイさんの件についてね、お話ししたいなと思います。ツイッターのね、DM の方でね、結構カメルイさんの件どう思いますかとか、なんか知ってますかみたいな問い合わせが来るんですけど、言っときたいなと思うんですけど、僕何も知らないんで特に言うことはないです。で、本当に何が起きてるか分かってないんで、第三者のね、部外者の僕が言うことはないです。で、ちょっと話は変わるんですけど、僕がなんでね、CBD を売らなかったのかって話なんですけど、やっぱり僕は思考用大麻合法化にね、限ってね、活動してきた理由っていうのが、やっぱりその医療をね、医療のための大麻、医療大麻を求めてる人たちの邪魔をしたくなかったと、まあ可能な限りね、邪魔をしたくなかったっていうのがあったんですね。で、医療大麻といってもですね、日本においてエビデンスがあって保険が適用される医療大麻と、エビデンスがないからね、保険が適用されない医療大麻ってのがあるんですよ。で、結構ね、ほとんどの大麻界隈のほとんどの人がそこがまあよく分かってなくて、よく分からずね、医療大麻って言っちゃってると思うんだけど、全然違いますからね。で、例えば転換患者のね、人に今治験が始まろうとしてる、医療大麻っていうのは、まあおそらく日本でも保険が適用されるでしょうと、エビデンスがあるんでね。だけどそうじゃなくて、まあ例えばね、精神的に病んでて大麻を吸うと調子が良くなるんだみたいな人たちが言う医療大麻で、これも当然自由権の範囲だと思うんで、合法化されるべきだと思いますけど、ちょっと話が違ってくるんですよ。で、思考用大麻を合法化すればですね、そういった風に使いたい人も使えるようになるんで、僕はまあ別に代替医療を、ね、批判するわけじゃないですけど、とりあえずまずは、ね、標準医療で、まあ、思考用大麻を合法化すれば、まあ、自由に使えるようになるんで、それでいいんじゃないかなと思ってます。